数あるレゴスピードチャンピオンの車結構組み立ててきたんですけど、これめちゃくちゃかっこいい。はい。皆さんこんにちは。ジェイソンレゴビルだ。ひろげだ。はい、今回紹介するレゴはこちら。レゴスピードチャンピオンメルセデス AMG F1W12E パフォーマンス&メルセデス AMG プロジェクト1です。はい、今回の動画はこちらを組み立ててレビューします。はい、こちらは今年の3月に発売された新しいレゴスピードチャンピオンです。で、一番びっくりしたのが、なんとこのメルセデスレゴストア限定品となってます。なんかここ最近レゴストア限定品のもの多いですよね。最近だとレゴクリエイターの野生の輪に、あれもストア限定品なんで、ついにストア限定のレゴスピードチャンピオンも出ました。はい、もうこの外箱の2台の車がめちゃくちゃかっこいいです。ちなみにこちらのレゴスピードチャンピオンはジャケ買いしました。なぜかっていうと、今回フォーミュラがあるからです。僕車でフォーミュラがすごい好きなので、これは間違いなくジャケ買いしました。はい、この F1 が E パフォーマンスです。そしてもう1台がプロジェクト1。これ名前と見た目の時点でめちゃくちゃかっこいいです。はい、箱の後ろはこのようになってます。これ背景と車がめちゃくちゃ似合いますね。ちなみにこちらが実写版です。で、さらにすごいのは、これメルセデスのオフィシャルライセンスシールがあります。では開けましょう。いただきます。よっ。はい、箱の中にはパーツが入った袋が全部で4つと、それぞれの説明書が1冊とシールのシートが2枚入ってます。シールの差全然違いますね。これは作るのが大変になりそうですね。はい、今回の動画ではこちらのメルセデス AMG F1W12E パフォーマンスを組み立てます。はい、まずは組み立てが終わりました。シール貼る前でもうめちゃめちゃかっこいいです。では今からこちらのシールを貼ります。せーので、完成。メルセデス AMG F1W12E パフォーマンスです。うおー、これこそ F1 カーですよ。かっこいい。ちなみに組み立てにかかった時間は50分で、シール貼りで20分かかりました。数あるレゴスピードチャンピオンの車結構組み立ててきたんですけど、これめちゃくちゃかっこいい。はい。一回近くで見ましょう。うおー、これこそ F1 ですね。ブラックを基調に一部シアン色のカラーがあるので、これは僕が一番お気に入りのジャガーの F1 を彷彿とさせますね。はい、まずは付属するミニフィグを見ましょう。全体はこのようになっていて、今回のミニフィグのドライバーユニフォームめちゃくちゃかっこいいですよね。ちゃんとメルセデスのロゴがあったり、あとはいろんな会社のロゴがあるので、めちゃくちゃかっこいいです。それとこちらのミニフィグはエアパーツが付いてますので、
このようにすることもできます。ちなみにいつも付属するスパナパーツは付属しません。はい、それではいいパフォーマンスを見ましょう。もう先ほども言ってるんですけど、これがめっちゃくちゃかっこいいんですよね。横から見るとこんな感じで、後ろから見るとこのようになってます。上から見るとこんな感じで、形そのものが F1 車です。タイヤが付いてますので、このように転がし走行で遊べれます。ではドアップで見ましょう。このフロントウィングも結構独特な形をしてますね。そしてフロントノーズにメルセデスのロゴがあります。そしてここに44番の数字があるんですけど、これは何でしょう。こういうラインが変わるところをシールで再現されているのがすごいいいと思います。でホイールの造形はこのようになっていて、ホイールのデザインめちゃめちゃかっこいいですね。青色に一部シアン色があるので、すごい近未来感があってめちゃくちゃかっこいいです。続いてサイドポットはこのようになっていて、ここにペトロナスと書いていて、ここにパフォーマンスのシールがあります。続いてエンジンカバーはこのようになっていて、エンジンカバーは黒ベースに一部ワインレッドカラーとグレーとなってます。こっからグレーから黒色に変わっていくところがシールで再現されているので、すごく綺麗です。そしてエンジンカバーには先ほどの44の数字があります。はい、では最後はリアウィングです。正面にはペトロナスのロゴがあって、横はこのようになっていて、後ろはこのようになってます。それと操縦席はこのようになっていて、操縦席の作りについてはジャガーのフォーミュラと一緒になっているんですけど、僕が組み立てて一番びっくりしたのは、なんとハンドルがいつものと違ってゲームのコントローラーになってます。はい、こちら、もしかしてなんですけど、実際の e パフォーマンスもこんな感じのハンドルなのかな。では付属のミニフィグを乗せます。まずこの部分を上げてミニフィグを座らせます。はい、こんな感じです。それとこちらの e パフォーマンスはホイールの差し替えパーツはありません。ただその代わり付属するこちらのパーツを差し替えることができます。では一回こちらに差し替えたいと思います。せーので、はい、パーツを差し替えるとこんな感じです。基本的には差し替え前と違って番号が違うのと、こちらの黒いパーツが黄色になってます。ではここからいろいろと比較しましょう。まずはカラーリング的に似てる、じゃーん、こちら裏缶スーパートロフェオと並べるとこんな感じです。いや、これカラーリング的に合いますね。裏缶スーパートロフェオは黒ベースに一部金色があって、今回組み立てた e パフォーマンスは黒ベースに一部シアン色となってます。では続いては僕のお気に入りの、じゃーん、ジャガーのフォーミュラ E と並べるとこんな感じです。これね、2台並べられてめちゃくちゃ好きです。同じ F1 車のにこんだけ造形違うのすごいですね。ちなみに大きさなんですけど、ほとんど一緒です。僕個人的にフォーミュラ E の方がすごい近未来感があるんですけど、 e パフォーマンスは正当の F1 車ですね。どっちも違う良さがあってめちゃくちゃ面白いです。はい、レゴスピードチャンピオンメルセデス AMG F1W12 e パフォーマンスはこんな感じです。はい、ということでレゴスピードチャンピオンメルセデス e パフォーマンスを組み立ててレビューしていました。久しぶりにレゴスピードチャンピオンで F1 車を組み立てたんですけど、今回の e パフォーマンスはめちゃくちゃかっこよかったです。僕もレゴスピードチャンピオンで F1 車を久しぶりに組んだんですけど、造形と見た目が本物の F1 車に近いように作られていて、すごいいいと思いました。ホイールの交換はないんですけど、部分的にパーツを差し替えることで雰囲気が違いますので、これもすごいいいと思いました。はい、今回の動画まだまだ続きます。次の動画はメルセデス AMG プロジェクト1を組み立てます。はい、以上ヒロゲーでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ、ハハハハ。